さあ、泉大津市の南でしょう。どうもこんにちは。こんにちは。はい、今回は社会実験ということで、はいはい、簡単に言いますと、はいはい、ですね、この泉大津、釣りの愛好家の方たちが多く集まる場所でして、はい、もうぜひともですね、泉大津市で海釣り公園を作るという思いで、去年初めて実証実験で海釣り体験会をさせていただいて、はい、今年が2回目になります。さあ、それでは皆さん、準備ができた方から、スタートフィッシングです。楽しんでください。少し時間早いんですが、スタートフィッシングです。ちょっと邪魔します。おっきいね。お兄ちゃん、ちょっとこれ取らせてもらってもいい？いいよ。はい、いいサバゲット、おめでとうございます。美味しそうやね。おめでとう。お、師匠、あ、遠目からイワシですよね。はい、イワシを南で師匠ゲット。おめでとうございます。イワシをいただきます。いい釣り場ですね。いや、本当に、はい、師匠も釣り大好きですもんね。釣り大好きなんです ね。なかなかできてなかったですけど。あ、今また、海魚が、あ、竿が引き込まれてる。これは来てます。来てます。お、どうも。お見事。このサイズは嬉しいですね。いや、嬉しいですね。ですね。サバの回遊がありましたね。いや、よく引きますね。嬉しいですね。ですよね。今、師匠の見ました、回遊のあの群れの数。はい、見ました。すごかったですね。ですよね。はい、しかも、なんか左の方から来ましたけど、はい、すごい透き通った水の中から出てきましたよね。はい。なんでこんなに水きれいなんですか？まあですね、はあ、実は水質の実証実、あ、水質浄化の実証実験をやってる最中なんです。なるほどね。はい、南で師匠、はい、その、実験というのはどういうことなんですか？まずここの水をですね、はい、水質を浄化する過程で、はい、この溶存酸素濃度が低いんですよ、ね。はい、それをまず酸素を良くして、で微生物を元気にしてですね、ほう、 できたらこの水中の中の状態を良くして、はい、魚が増える、そういった状態を目指します。もしかしてこの横にある、はい、この小屋の中にある機械ですか？はい、はい、まさにこれなんですよ。そうなんですね。でこの中で水をきれいにして送り出してる、はい、そうなんです。ここから海水を吸い上げて、はい、であるフィルターを通して吸い上げて、はい、この中で電気分解をして、はい、で放出する、はい、で放出するときにナノバブルと、もう一つ細かい、さらに細かい泡をもう出して、はい、中の酸素濃度を上げていく。でこれ24時間かかってやってるんです。そうなんですか。でそれを塩を上げて、はい、活動されてるんですね。そうですね。シート、フィッシングマックスさんのご協力をいただきながら、はいはい、一緒になって実証実験をやってます。そうですか。はい、でもこの辺り、まあ、半径数メートルぐらいの影響しかない、そんな感じを思うんですけど、どうなんでしょう？と思ったんですけども、はい、実はかなりやっぱ広がっていくっていうことを言われてるんですね。はい、泡が細かいので耐える時間が長いのと、もともと水ってやっぱりちょっと汚れてる水ってプラスの電解質が多いと、はい、マイナスになって出てきますので、はい、それがだんだんマイナスマイナスマイナスひっくり返ってですね、なるほど、ざーっとそれを浸透させていくっていうような、はい、そういうコンセプトでやってます。これ実は万博 の、うん、競争チャレンジに、まあ、登録に向けて申請もやっておりまして、はい、なので命輝く未来社会のデザインで、うん、で僕らやっぱりやっぱ我々って自然の一部でしかないっていうことをもう一回大事にしながら、はい、ね、自然界の恵みを、うん、豊かにしていきたい、まあ、そういう思いです。そうですか。で一つ釣り人的に気になるのが、はい、まあ、魚に大事なプランクトンとか、はい、そういったのも、潰していく、そういうことはないんですか？はい、それはもう全く心配ないなって思ってます。これまでもいろんなところでやってまして、はい、今回行政ってやるのは初めてってことなんですけども、うん、はい、そのあたりはむしろ状態が良くなって、はい、微生物の状態が良くなって生態系のバランスが整うっていうコンセプトでやってるので。そうなんです。はい、かなり期待をしています。まあ、だから今みたいに、サバも回遊してイワシも釣れてますし、はい、でお子さんたちがね楽しんでますもんね。はい、そうですね。はい、こういった風景がね、うん、もっと日常的になるようにこの泉の船にです、はい、水公園を目指して頑張っていきたいと思ってます。ですね。はい、いましたね。サバも一匹ずつ大事にいきましょうか。はい、あ、南で師匠またサバゲット、おめでとうございます。ありがとうございます。
やっぱり釣り好きな笑顔が分かりますね。いや嬉しいですね、やっぱり、ね、もうこれサバ僕の原点なんですよね。そうですか。そうなんです、初めて釣り連れてもらった時はサバやったんですね。そうなんですね、はい、そうなんです、あ、すいません